さあ、ということで今回もね、大聖巨人軍を復活する物語やっていきたいと思います。はい、ということで現在4月の10日広島戦、いやーということでね、現在1位です。まあいつも言ってますけれども、4月の上旬の順位なんてね、ほぼ関係ないですよね。はい、あのね、これね、一応ね、まあ、気を緩めてないっていう意味で言ってる部分もあるんですけれども、一番はね、4月の10日現実だと巨人借金持ちなんですよ。現実だとね、なんか12試合連続ぐらいで3得点ぐらいしか3得点取れてないみたいなね、そんな惨状で、だから現実の巨人を見て、いやまだ関係ない、まだこの時期なら巻き返せる、この順位関係ないからみたいなね、正直ね、ちょっとゲーム内よりもちょっと現実の方に言い聞かせてる部分はあるよね。はい、ということでじゃあやっていきましょう。現実の話はいいんだよね、あくまでゲームだからね、こっちはね。はい、菅野さんですね、 0.72 すごいな、072さすがとしか言いようがないね、これがエースですよ。はい、そして戸郷さん、まあ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 、今日戸郷さんだっけ、今日多分戸郷さんだな。そしてサンチェスさん、いいね、すごい、2試合投げてまだ無失点って。そして篠尾さん、あらららら1試合目良かったのにな。いや、まあ、もうちょっと様子見たいかな。もう1試合、まあね、高い金払って来てもらったんだからね、すぐに落とすわけにはいかないね。そして今村さん、まあ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 、まあ、畑さん、よかったよかった。前回ね、落とすかもしれんって話したんだけれども、まあ、2試合見たいって言ってね、まあ、2試合目、なんとか4点台に持ってきてくれたので、まだ続投ですね。はい、そして古川さん。みんなさ、体力黄色いじゃん、中継ぎ。なぜかって話なんだけど、まあ、ちょっと、あれだな、ちょっと後で見せるわ、理由。飛ばしてる間にとんでもないこと起きたんだよね。うん、まあ、ちょっと後で見せますけど、あ、豊木さん、ついに負けがついたか。これ、多分スポーツ報知のツイッター、巨人の公式ツイッター荒れてるな。うん。田中豊樹さんが登場しただけでね、なんかボロクソ隠しているからね。俺豊樹さん好きなんだけどね、チャンピオンシップでもいっぱいめっちゃ使ってるしね。さあ、そして中川さんですね。はい、まあ、ここら辺は問題ない。鍵屋さん、マジか。ああ、マジか。でちょっと平内さんと落とすか、平内さんも一回落とすか。とりあえず大竹さん上げて、で平内さんのところに堀岡さんですね。違う、サワン増やすか。ちょっとね、変則サワンしかいないから、ちょっと本格化サワン、トネさん上げよう。まあ、トネさんも3クォーターなんだけど、オーバースローの差はほぼいないよね、巨人の中継ぎね。さあ、そしてデラロサさん、あれら。さあ、そして打線ですね、まだ坂本さんが一応怪我は治ったんですけど、まだなんていうの、10日間経ってないから、まだ広岡さんですね。そして広岡さんめっちゃ打ってます、3割打ってます、すごいですね、この調子で。まあ、贅沢はないんで3割20本お願いします。はい、そして、梶谷さん、間違えて今鍵屋さんって言おうとしてた、梶谷さんね。はい、まあいいよね、普通に、これが FA 選手ですよ。はい、そして丸さん、素晴らしい。そして岡本さん、すごいね、岡本さん三冠を狙ってんのかな。さあ、そしてテームズさんって名前言い切る前にちょっととんでもないことだね。どうするよこれ、よーちょ、そろそろウィーラーさん2軍から上げなきゃって感じになるよね。もうちょっと様子見たけど、そしてスモークさん、ああ上げてきたね、スモークさんまでいけるってことは、秋広さんの1軍昇格がまだ早いな。ね、中地さんも全然出てないし、スモークさん、中地さん、秋広さんファーストしかできないから、一応中地さんサードできるけど、だから秋広さんの出番ほぼねえんだよな、スモークさんが打つ限りね。まあ、打ってくれる以上ありがたいんだけどね。はい、そしてよし、これあれかな、多分坂本さんが一軍帰ってきたら広岡さんセカンドかな。広岡さんってセカンド F の26セカンドできるかな。そして小林さん、お、2割5分打てたら小林さん完璧なキャッチャーでしょ。ただ大城さんも3割打ってるんですよね、一応ね。なんかもったいない。はい、ファーストだけいっぱいいるんだよな、こう見ると大城さんもファーストだしファーストだけいっぱいいるんだよね。さあ、そしてなんで中継ぎがあんなに体力なくなってたかって話なんですけれども、このまあこれ松田の2試合目なんですけど、1試合目はまだいいんだよ、4対5で負けてるけどね。ここよ、阪神戦見て、これ6対12 13対10 9対4。ここで一気に中継ぎすり減ったよね、間違いなくね。もうだ、ここで多分総動員したから、あんな真っ黄色だったんで、だ防御率が崩壊したのもそれだね。うん、まあ、まだここから立て直せると思うわ。なので今日先発はね、とりあえず7回投げ切ることが絶対条件だと思う。さあ、オーダーどうしようか。今日戸郷さんだから、なんか体力回復しきってないんだよね。もしかしたら中継ぎの参上の時にさ、投げさせられまくったのかね、先発まで。どうなのかそこは分からないけど。さあ、そして若様6割さすがですね。さあ、そしてじゃあ今日スタメンに、松原さん置くか。うん、今日松原さんスタメンでいきます。で今日キャッチャーに、大城さんですかね。はい、まあ、このオーダーでいきましょう。さあ、多分相手床田さんか、打てる気しねえわ。そして長野さんいるじゃん、長野さん抑えたいね。さあ、広島東洋カープ対読売ジャイアンツやっていきましょう。とりあえずね、勝ちたい。セブさん、前回ね、言いそびれたんだけどさ、広岡さんの読売ジャイアンツ公式 YouTube でさ、なんか密着みたいなのあったんだよ。広岡さんめっちゃ可愛くてさ、笑顔が素敵だなっていう広岡さんの笑顔チャーミングだよね。なんていうか、スポーツ選手にしては珍しい柔らかいタイプのイメージを印象を受けましたね、私はね。はい、これヤクルトファンを虜にした理由もわかるよね。多分女性ファン多いんじゃないかな、広島ヤクルトファン。どうだろう。
絶対女性ファン多いと思うんだよね。さあ、ちょ先頭打者もらって狙っていこう。あーダメか、ちょ僕の前ではまだねちょっと本当の姿を見せてくれないんですけど、広岡さん。あーマジか、あーダメか。さあ東郷さん頼むよ。さ奥に丸さんがチラッと映ってる。チラ丸ですね、チラ丸チラッと丸さん映ってるよ。やばい、初球ホームランやめてよ。あーチラ丸からのがっつり丸になったねよし、あれよしよしだよねこれ。オッケー、松丸さんもうちょっともうちょっと追ってあげてさあ巨人キラー西川さん、あーやばいピンチだね。これ中継ぎいねえからなマジで。あー危な、怖っ。東郷さん未だ勝ちなしだからね、ちょっと今日勝たせてあげたいな。打線頑張って、そして東郷さんも頑張ってほしい。さあ松山さんだ、オッケー、いいね。さあ岡本さんだ、前回ちょっと流し打ちでめっちゃ打ったけどやめられない止まらない岡本和真、素晴らしい、いいね。広岡さんの分吸い取ってる可能性あるわこれ完璧、なんかあの対人戦みたいだよね、サークルチェンジ貯めてぶちかますの対人戦みたいだ、なんかなチャンピオンシップみたいだね、素晴らしいな。ちょっと笑っちゃったわ、一瞬声出なかったし、今あまりにも綺麗すぎてね、ボール見えなかったしな。すげえ、どこまで飛んだの。お、新幹線がちょうど、あらまあ。さあスモーク、さあ目覚めてほしい、スモーク頼む。ああこれは厳しいか、あーいい球、それはいい球。はい若様と思ったら正面か、多分これは菊池さんに対する挑戦状だね。あの9回1のセカンドは私が奪いますよって暗示だから、これ俺これ若林さんの挑戦状と俺は受け取っとくわおーしょけけいいんじゃない、菊池さんに負けず劣らずですね。いいねいいね、もう菊池さんにあの9回じゃない、あのリーグ最高のセカンドのポジション僕がもらいますよって言ってね、間違いない。なので今年か来年あたりあの9回じゃない、9回は言い過ぎだ、リーグ最高はね山田さんでも菊池さんでも阿部さんでもなく若林さんになります。見ててください。さあどこから行きましょう、センター返し。松原さん打点を上げてるんだな一応。あさあというひろかさん一発勝負行きましょう。前回一発勝負したらさ高津監督にかぶせられたからね、一発勝負をね。あーそのコース打てるかな、よっしゃー、ついに見れた、ついに広岡さんが大使、広岡大使さん打った。さあ続いていこう、あこれ使ってくるか、早速監督ちょっと名古屋ドームでは一発勝負相手に普通に打ったからね、とりあえず7回まで投げ切ってほしい。中継ぎいねえんだよマジ、まあ、勝つに越したことはない。よし OK、 あぶねえ、いや本当さ危なかったね。いやさ今さちょっと思い出したんだけど、言っていい、ちょっと自分の話になって申し訳ないんだけど、初めて球場行くとさいろいろと驚くじゃん、なんか肩弱いと思ってた選手のさ遠投がすごかったりとかさ、で一番すごいなと思ったのはまあいろいろあったんだけど、あのまずゴロが飛ぶじゃん、でショートとかサードが取るじゃん、で足速いのよ野球選手って、だからえこれもしかしてワンチャンセーフになるんじゃないかなって思うわけよ。で内野手って結構ゆったり投げたりするじゃん、アウト確定の状況って。で、で生で初めて見たって子供の頃、えこれもしかしてセーフになっちゃうんじゃない、余裕ぶっこきすぎてと思ったの。ただね軽く投げてるように見えてさ、あの放った瞬間ピュッていくんだよね、ピュッていってファーストミットにパーンっていって一瞬でアウトになるのよ。ワオっていう、思ったよりランナー速いって感想から思ったより送球速いって感想になるわけよ。あやっぱプロってすごいのよね。俺未だにね一瞬でもプロ野球選手になりたいって思ったのをね後悔してるレベルでは、やっぱりもうプロってすげえと思う。俺ごときがプロになりたいって言っちゃいけなかったんじゃないかって思うぐらい、それぐらいすごかったですね。はい、さあということで左相手さ徳田さんなのに左バッター並べたのもしかしてさ握手だったかな。いや握手じゃない、あーくそ、セリーグナンバーワンになるんだろ、ないばっちオッケー。さあセリーグナンバーワンにね一歩近づきましたね。さあ松原さんちょっとエンドラン仕掛けよっか、おい、ああオッケー。3年目なんですよ皆さん、東郷さんは普通3年目ってさ初登板でさ5回3失点やってもさファンから褒められるレベルだからね、ナイスピッチングっつってね言われるレベルなんだけど、もう東郷さんに関しては5回3失点で間違いなく調子悪いって言われかねないから、そういう意味でやっぱ上のレベルよね。やばいやばいやばい、いや頼む、よしオッケー、危ない、やべえ、笹岡監督との采配勝負に負けかけた、危なかった。ツイッターのサジェストに白滝無能解任やめろって出てくるかもしれない、ひどいと監督のところの後に死ねって出てくるからね。いやだから嫌な職業では仕方ないとはいえさ、
いや仕方なくはないんだけど、まあまあ、確かに切れられる職業ではあるよね。まあ、その分高級な鳥なんだろうけど、やっぱそれでもさ、インターネット開いたら自分の悪口があると思うとさ、辛く、あー振らないんかい。 1-0 は怖い。あーちょ、三振めっちゃ取られてんじゃん。クイーンの残り1球だったろうな。サークルチェンジぶっちかましたもんね。パープル感満載だったわ。オッケー、あーネジ伏せ、あー若さま取れない。オッケー、さあ若さま狙われてくる。あー今早急かっこよかった。今かっこよかったね。今ちょっと今リーグナンバーワンに近づいたね。3割7分3厘に。現実の丸さん、ここから3割下げたぐらいの打率なんだよね確かね。うまい。まあ、パワーはあるよな。まあでもテイムズさんちょっとあれだな、ちょっとここで交代かな。ダメかな。瞬間にって感じでさ、体が止める。オッケー、若様狙われてる、若様狙われてる、間違いなく広島に狙われてる。ポジション1ってこっか、どうすかな、どこに入れる、まあ、ここか。ピッチャーはもういないんだよね。とりあえず大竹さん初登板かな。レフト中地さんはマジで想像しただけでやばいからやめよう。でキャッチャーに小林さん入れて、で、中地さんサードできる、信用していい。サード中地信用していい俺、大丈夫、俺サード中地信用していいかな。 G の14なんだけど。さあ行くぞー、サード中地。おクロンさんだ。クロンさんベンチかよ。さあインコース攻めてけ、シュートでいい。なぜシュートじゃない、絶対サードに打たせんな、絶対サードに打たせるなよ、絶対に。ショートセカンドファーストで処理しろ、サードに打たせたら負けだ。よし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 、OK、レフトもだ、ちょっともう引っ張らせんな、引っ張らせんな。ショートよりあのライト側で処理して、頼むから、頼む。あー処理できないそれは。打たせる方向間違ってなかったけど、ちょっと処理しきれないそれは。サード中地とかいうとんでも守備だよね。まずい、いや大丈夫。いやでもどうしようもなかったよなこれは。いやどうしようもなかったでしょこれは。もうだって対処ない、大竹さん投げさせないって手しかなかったけど。よし、あれなんサードとレフトには打たせてない、ただレフトの頭を越えていった。うわフランサーさんか。さあ広岡さん引っ張れ、あ無理かな。うーん頼む、カジ頼む、打ってくれ。よし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 、まあ、岡本さんと鈴木誠也さんって打つべき人が打った試合だねこの試合ね。まだ終わってねえけどな、まだ終わってねえぞ。それビッグベースボール使わなきゃ、忘れてた、ビッグベースボール使わなさせてたわ。頼む丸さん、丸よし OK、 よしよし、さあチャンスだ。頼む頼む、次誰だっけ、次誰、次誰だ、次あれ誰だっけ。交代、ごめんなさいごめんなさい、交代です。亀井さんか、でもタイでレフなんだよな、でもいなくね他に。テームズタイでレフ、じゃ亀井さんです。はい頼む亀井さん。はい、ということで皆さんもご視聴ありがとうございました。まあ打てなかったら勝てないね。はい、広島に2連敗と、初のカード負け越しかな。まあここからね立て直していきたいと思います。とりあえず戸郷さんごめんなさい、7回無失点で勝ち投手になれなかった。あーもうあれはちょっとどうしようもなかったね。ただサード中地さんに守備機会与えなかったのは良かった。 G の14だからね。まあまあまあこれからまた立て直していきましょう。前も言いました、前つがね動画の最初に言いましたが、この時期の G は関係ありません。以上です。チャンネル登録高評価待ってます。そしてツイッターのリンク概要欄に貼ってあるので、ぜひともツイッターのフォローよろしくお願いいたします。ではお疲れ様です、さよなら、じゃあね。実況担当は堂前秀夫で、マツダズームズームスタジアム広島からお伝えしました。